スタンドバイ・ミーは、1986年のアメリカ合衆国の青春ドラマ映画。原作は、スティーブン・キングの同名の小説である。監督は、ロブ・ライナー。脚本は、ブルース・エーバンス、レーノルド・ギデオンが務め、ウィル・ウィルトン、リバー・フェニックス、コリー・フェルドマン、ジェリー・オコンネル、キーファー・サザーランドらが出演する。1950年代末のオレゴン州の小さな町キャッスルロックに住む4人の少年たちが、好奇心から線路伝いに死体探しの旅に出るという、ひと夏の冒険を描いている。兄弟間の葛藤において生じるカインコンプレックスについても描かれた。青春映画の傑作、金字塔などとして高く評価された。アカデミー賞の脚色賞、ゴールデングローブ賞のドラマ映画賞と監督賞の2部門にノミネートされた。カリフォルニアのレイクブリットンを横切り、貨物列車の追跡シーンに使用されたマッククラウド鉄道の橋。最後から2番目のシーンに使用されたオレゴン州、ブラウンズビルに続く道路の橋作家ゴードン・ラチャンスは、ある日、弁護士、クリストファー・チェンバーズ刺殺されるという新聞記事に目を留め、少年だった頃をふと思い起こす。時は1959年。当時12歳だった頃に暮らしていたオレゴン州の田舎町キャッスルロックは、お世辞にも風紀が良い場所ではなく、何かしらの劣悪な家庭環境に置かれた貧しい人たちが住む田舎に暮らしていた。作家になる夢を持っているゴーディ、頭のいい少年、クリス、メガネをかけているテディ、のろまで肥満児のバーンの4人は、性格も個性も異なっていたが馬が合い、いつも一緒に遊んでいた。木の上に組み立てた秘密小屋の中に集まっては、タバコを吸ったり、トランプをしたりと、少年期特有の仲間意識で結ばれていた。ある日、バーンは不良グループの一味である、兄たちの会話を盗み聞きしてしまう。3日前から、行方不明になっているレイ・ブラワーという少年が、30キロ、先の森の奥で列車にはねられ死体のまま野ざらしになっていることを知る。バーンが、ゴーディたちに話すと、死体を見つければ有名になる。英雄になれるという動機から、死体探しの旅に4人で出かける。途中、喧嘩もするが、助け合いながら、鉄道の線路に沿って、冒険のような旅を続ける。鉄橋で危うく、列車に惹かれそうになったりしながら、その夜は、森で野宿をする。クリスが持参したピストルを持って、交代で見張りをする。見張りの間に、ゴーディとクリスが二人きりになる。物語を書く才能があるゴーディは、親に疎まれていることを気に病み、将来への希望も持てないことをクリスに打ち明ける。彼は、ゴーディの才能を評価し、作家になる夢を諦めないよう助言する。一方でクリスは、家庭環境の悪さから将来に希望が持てない上、自分が、教師の私利私欲に利用されたということを打ち明ける。ゴーディは、実は、頭のいいクリスに、進学することを勧め、励ますのだった。一方、バーンやクリスの兄たちが、メンバーになっている不良グループを率いるエースが、死体の話を聞きつけ、仲間を引き連れて、死体のある場所へ車で向かい始める。翌日、ゴーディら4人は、沼に落ちて、昼に血を吸われたりしながらも、ついに死体を発見する。そこに、エースたち不良グループが現れ、死体を渡せと迫る。バーンとテディは逃げ出すが、クリスは毅然とした態度では寝つける。エースが怒り、ナイフでクリスを襲おうとした瞬間、ゴーディが上空に銃を発砲し、エースに銃口を突きつけ、不良グループは退散する。遺体のことを匿名で警察に通報して、ひと夏の冒険が終わり、4人はいつものように町外れで別れた。その後は、進路もバラバラになり、お互い疎遠になっていく。大人になったゴーディは、作家となり、結婚して二人の子供にも恵まれ、大きな一軒家に住めるほど成功し、一方のクリスは、猛勉強して弁護士になる。そのクリスとも最近は10年以上会っていなかったが、クリスが亡くなった原因が、昔と変わらず、正義感が強いがゆえだったことに、複雑な家庭環境の中で仲間との友情を感じた12歳の頃のような友達は二度とできることはないと静かに思い返す。ソニーピクチャーズエンタテインメント発売の吹き替え洋画劇場シリーズスタンドバイミーコロンビア90周年記念デラックスエディションブルーレイ DVD には本編ディスクとは別に HD 放映版の映像を使用してフジテレビ版と VHS 版の吹き替え版を収録した特典ディスクが付属している。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、スタンドバイミーは、スティーブン・キングの思いと大人になることの試練の、両方を捉えた奇妙な一面を持った思慮深く、ノスタルジックな映画である。であり、56件の評論の内高評価は 91% に当たる51件で、平均点は10点満点中8点となっている。メトクリティックによれば、20件の評論のうち、高評価は16件、賛否混在は4件、低評価はなく、平均点は100点満点中75点となっている。ありがとうございます。